Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。中京競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに寮で行われます。出場全14チームを紹介します。14頭、まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。ファースト6がやはり行きました。そしてその内にいます。先頭は10番ファースト6、大逃げにスタンドから歓声があふれております。そしてその後ろからダーパンオールナイト、歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。青い帽子ハイテンション、追い込み体勢に入っている。3番手にゲイルレーサー、先頭はファースト6、黄色い帽子ダーパンオールナイト、3番手にゲイルレーサー、先頭はファースト6。ああもういっぱいか、ハイテンションも懸命に追う、かわした。2番手にゲイルレーサーだ、願いワンダーランドも懸命に追う。6番ハイテンション1着ファースト6、2着ハイテンション。第1レース1着当番、2着6番、3着以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのはラズコちゃんが早くも何が何でも行くんだという感じ、プレシャスビーバー、そのうちに6番レッドウツマキ、ベイノーマスが、その後ろ12番テノッポマン、外を通りまして13番アポステッドクローン、内を通ってスルスルとミッドナパンファーレが上がっていきました。さあ第4コーナーをカーブしてナンバーワンを決する直線勝負。ラジオカちゃん先頭、ロバシンリード、赤い帽子ノリノリのゴール、先頭はラジオカちゃん、2番手にランドフォレスト、ノリノリのゴールも懸命に追う。ラジオカちゃん先頭、この辺りで先頭はノリノリのゴール、ラジオカちゃんも懸命に追う。2番手にアポステッドクローン、1着ノリノリのゴール、2着アポステッドクローン。第2レース、1着3番、2着13番、3着勝負以上のように確定しました。
切りました。14頭まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。もげ先頭やってやります。スピードが白い帽子にご注目ください。これが一番人気のフルスロットル。それからもう一頭小読み先頭は軽快に飛ばします。やってやります。スピード、さあスタンドからは大歓声。いやー日本中から大歓声だ。フルスロットルはまだ後方、ようやく追い込み体勢。3番手に吉高オンリーワン、内から懸命にボゲー先頭寄ってやります。スヨ寄ってやります。スヨが大きくリード。吉高オンリーワン先頭、テレプスクラー、そしてコルスバ先頭、吉高オンリーワン、テレプスクラー、そしてその後ろからコルスバ1着、吉高オンリーワン2着、コルスバ。第3レース1着2番、2着14番、3着6番以上のように確定しました。14頭まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。沖縄にオスプレイがやはり行きました。そして6番手にラッキー花子であります。内から1頭エクルビス、そして一番人気のクリアフュージョン、うまくいっているんではないでしょうか。9番マットミミミが上がってまいりました。さあ最高の栄誉と賞金をかけてここから直線勝負です。先頭沖縄にオスプレイ、もう完全に足が止まった。まだ先頭沖縄にオスプレイ、内から懸命にブログナーでルーチェゾ入れが2番手、先頭は沖縄にオスプレイ、ああもういっぱいか。外から懸命におかわりブログナーでが2番手、14番コキュートス、コキュートスかわして先頭に立った。1着コキュートス、2着ゴリラーメン。第4レース1着14番、2着8番、3着4番以上のように確定しました。14頭まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。悲しみの帰宅がやはり行きました。そしてその後ろから12番ドッピュ、それからエンゼルクイーン、スパークル、外を通ってマイティウィング、3番ルーズベルトゲームが上がってまいりました。さあ長い戦いの最後には一体どんな結末が待っているのか。ブラックドラゴンがまだ後方、ようやく追い込み体勢。内から懸命にアイアムパンダパンダ、3番手にクラッシュキャスト、7番アイアムパンダパンダ、14番クラッシュキャスト、先頭は悲しみの帰宅、クラッシュキャストがかわした。外から懸命にルーズベルトゲーム、クラッシュキャスト、先頭クラッシュキャストが1着でゴール番を通過。2着はルーズベルトゲーム、3着トゥービードン。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に当番3番2番14番14番以上のように確定しました。